おはようございます、バッパー翔太でございます。今日なんですけど、前回ね、ルーフ・ラックの方できました。How long did we take ルーフ・ラックさん。わからない。もう時間かかった。デザイン、それから、オーダー、それから、メイキング、それから、ミステイク、それから。毎度同じでございます。多分最終的にスケッチも入れて2週間ぐらいかかったんですけど、ついにできましたということで、ラックさん、今日は、デッキさんの方を作っていきたいなと思います。もうすぐ屋根終わりですよね。ルーフラック作ってルーフデッキさんできます。まあルーフデッキさんできたら、屋根の上でね、座ってこうビールサンセット見ながら飲めたり、モーニングコーヒーね、サンライズ見ながら飲めたり、最高ですよ、海の前でね。わーお、It's gonna be my spot, maybe. Maybe you stay inside, so Shota いつも上みたいな感じになるかもしれない。はい。喧嘩した時の逃げ場にもなります、あそこね。はい、僕前回なんですけど、ここルーフラックがあるところ多分全部水漏れテストしたんですけど、水漏れ大丈夫です、ルーさん。Nothing、はい、全然ない。そしてラッキー。ラッキーですね。まあ最後なんですけど、ここちゃんと閉まってるかどうか確認して、まあこれからね、バス作っていく中で、ここはちょっとメンテナンスできるようにこれからしたいなと思うんですけど、まあ最後確認でもう一回閉めて、はい、それからルーフデッキ、作っていきたいなと思います。ショータ、look what I found! ショータ、はじめのドライバーおー、これトニー DIY した時懐かしいね。見てください、これ威力ごっついですよ。ほんますごい威力やから見とってくださいよ。めっちゃすごい威力手で止まってまうぐらい。それから最終でこの緩み止めを今日は打ちたいなと思います。でからこれでちょっと何ていうんですかね、ラインを入れて、ボルトとナッツに、ナットに、ラインを入れて、まあこれから生活していく中で、緩んでるかどうかっていう確認のためにちょっとラインを引きたいなと思います。はい、これめっちゃ高いで、これでルースさん喉越し一箱買えますからね。めっちゃ高い。現在なんですけど、ルースさんがこんな感じで、ペイントしていってくれてます。ペイントしとくことによって、まあ、目視で緩みがあるかどうかっていうのを分かるようにっていう感じでペイントしてます。これは金属で、かけるやつで耐候性があるやつです。あ、オータムシーズン、カミングスーン。ウーフー、マイフェイブリット。ルースの大好物です。Yeah, awesome. 美味しい食べ物はたっぷりあるし、 So happy to say goodbye to summer すいません、ナツさん、めっちゃ綺麗。 Show me your face, show me your happy face, show me your happy face サマー、ごっつい動きやということで、続きましてルースさんをビンタで叩きたいなと思います。 Is that a new sport? No, I'm gonna hit you, I said. What? No, I'm joking 近いね。ズームできるから、エディティングでズームできるから、ルースさん、ズームしてこんでいいですよ。で、エディティングでズームできるから、そんなズームせんのもいいですよ。OK。っていうことで、今からなんですけど、緩み止め、つけました。で、まあ、最終チェックもできました。で、完璧なんで、今からルーフデッキつけていくんですけど、今回この人工木っていうの、人工材かね、ちょっと読み方わからないですけど、感じ。天然の木じゃない人工で作られたやつを上に置きたいなと思います。それなんでか言うと、やっぱり上はやっぱ雨でめっちゃ濡れたり、太陽の紫外線とかあるんで、まあ、こう人工木の方がメンテナンスにあんまり そう、今からなんですけど、こんな感じで、ルーフデッキの人工木を切ったんで、こう貼っていきます。まあ構造変更上ちょっとはみ出たらもう絶対アウトなんで、できるだけもうギチギチでいきたいなと思います。もうギチギチで、初めはちょっとプラン的にちょっとはみ出そうかなと思ってたんですけど、あんまりそんな張り切らんでも、まあ、1センチ2センチの差なんで、まあ、1センチ2センチで構造変更受からんよりええかなと思ってます。でまあこの板、これ何ミリかちょっとわからないんですけど、大体これで幅取っていきたいなと思います。こんな感じ、はい、結構強いですよ。この根田の間が30センチあります。30センチあったら全然多分大丈夫。ルースさん大丈夫？ Oh no, you hit your head on the light. 大丈夫？危ないそっちの方が危ないね。 Yeah, it looks strong. OK, so that's good. Oh, nice, no? Nice boy, no? Getting good. Handling the weight as well. Yeah? It looks not really bending with the weight also. Yeah?イエーイ、翔太のビールパラでも全然大丈夫ですか？大丈夫です。
yoga, you learning yoga here, right? It's just a small yoga. Yeah, yoga できますせ、これで。Money? Okay, let's see. で、今1本だけ、ノットだけだけど、めっちゃいかんじゃない？ Money? はい。最高ですよ。バッテリーなし。ドライバーバッテリー終わった。ちょっと…もう一回もう Always 何回も何回も、もう今もうどういうわもう出来上がりの時が来ました。皆さんにシェアしたいなと思います。めっちゃ楽しい。これで多分最後、あ、まだソーラーがあるわ。もう屋根登るん嫌や、しんどい屋根登る。どうも、何回登ったか。 Let's go up and see the final product. OK ということで、皆さんシェアしたいなと思います。ねえねん、さあ、ルーさん行ってみてください。おお、見えてますよ、ルームラックさんが。気をつけてルーさん、歩くとこ。 You have to be careful where you walk. OK OK おお、おお、it's so cool. How is that? Oh, it's incredible. Really? Lie down, lie down. Yeah? Yes.Oh, it's so cool! It's strong! Yes. Not bending? No, nothing. Oh! Nice, Ru-san! Oh, this is amazing! Yeah? We can do stargazing! Maybe you can do the sunbathing. Sunbathing, stargazing! If you fail the sleep, maybe you're gonna drop it. Yeah. Be careful, Ru-san. めっちゃ危ない。あんまり橋は行かん方がいいで。Edge is no good. Edge? Yeah. Oh, so high! Really? So high! That's good! こんな感じです。ナイス。 So cool to sit like this as well, eh? いや、こんな感じでね、見てください、今はね、家の倉庫なんですけど、こんな感じでサンセットが見えたらね、ルーさん、どうですか、ビーチで。それから山、めっちゃ高い山。 Yeah, maybe in the future we can park at the beach and then see the sunset. やばそうやね。 So cool. まあ今回なんですけど、ちょっとルースさんにちょっとサプライズがあります。サプライズ。サプライズ、はい、何ですか。まあ、ルーフデッキができたということで、ちょっとサプライズがあります。ちょっと待っといてください。 You wait for ya. まずはルースさん、これでしょう。何それ。これもうルーフデッキできたら絶対ビール飲みたかった。ルーフデッキの上 で最近ルースさん禁酒してるんで、なんか焼き芋これ好きよって昔。 Oh, that's my surprise. はい、これサプライズ。まずこれ一つ目のサプライズでございます。サプライズだけ。じゃあもう一つ、あと二つあるんでちょっと待っといてください。おお、おお、何それ、また来ますか。おお、ジェントフェイス。次はルスさん。何で、やっぱりこれでしょ。やっぱりルーフラップできて、できたらこれでしょ。ルスさんの大好物、つぎだてミックスをあられ。おお、何ですか。これを片手にビールを飲みたい。ね、おかきすごい。はい、でもう一つだけあります。ちょっと待っててください。三つサプライズありますか。はいはいはい。おー、私めっちゃスペシャル今日。何も言っちゃった。次はめっちゃくちゃ多分ルスさん喜ぶと思うで。 You're gonna be so happy. What? You're gonna be so happy. Your dream of the bus. Is it a big bar of chocolate? No. Your dream of the bus, bar life, what's that? 正直たくさん夢あります。お、何ですか。おー、is that what I think it is? え？ Is that? これ何ですか、これ、ルースさん。Is that a projector? え？ Projector? やばい。センサーですよ、センサー。セキュリティセンサー。セキュリティセンサー。はい、セキュリティカメラ必要言うてたじゃないですか。No! 冗談です。まあ、ルースさんね、トニーのおった時からもうずっとね、この映画見てバンライフの夢やったじゃないですか。Yeah. トニーの中でゆっくりして映画見て一日ゆっくりしたいなって言うとったけど、1年半叶えられてないんで、今回サニー、はい、すごい映画見て、ゆっくりしましょう。めっちゃ楽しみ。映画見れる。今これでなんかネットフリックスも見れるし、ほんまに YouTube も見れるし、なんか YouTube? はい、YouTube 見れるし。お、すごい。あと何だかね、Amazon のやつなんていうやつやった。 Amazon Prime? Amazon Prime っていうやつも見れるらしい。でもどこでもこう置いたらもう見れるんで、まあ、バスの中でもいいし、まあ、今回はちょっとなんか夕日めっちゃ見たいなって言うとったんで、これプロジェクターで夕日つけて、まだ運転できないですよサニー。 Cannot drive the sunny, you know? そう、プロジェクターで夕日見ながらこのビールとお菓子
食べましょう。多分こっかでいけると思うよね、こんな感じで。分からんけど、こんな感じでセットして、まあここだとちょっと汚いんで、なんていうんですか、綺麗になんか前アルミ複合板が余ってたんで、それをちょっとこう引いて、夕日みたいな感じにしたいなと思う。できるかな。 DIY シネマ、すごい。 DIY シネマ、どこでも映画ができる。はい、これちょうど良かったんです。アルミ複合板、僕ら一回ミスしてミステイクのやつね、シネマのやつに貼ってみたいんで。失敗したやつ。おお、すごい。こんな感じでいけるんちゃう。どう？わお、いや、たぶんいいと思います。ということで、皆さん、ただいまサニーの屋根の上でございます。 DIY シネマの完成でございます。はい、ということで、まずこのリモコンで作るらしいです。で、これなんか Wi-Fi があったらどこでも見えるらしくて、なんかまあ旅中多分 Wi-Fi ね、あるじゃないですか。何やったっけね、ポケット Wi-Fi に多分つなげたら多分見れると思うんですけど、ちょっとつけてみますね。これでつかへんかどうでしょう。え、つかへん。おお、つかへん、つかへん、すごい。はい、こんな感じで、で、こんな感じで見てください。Netflix もあるし、ブースさんの大好きな、で、YouTube もあるし、これ TED って何？これ TED、 見たことないですか。何？あ、そうですか。 TED めっちゃ面白い、なんちゅうトピック。あ、そう、そう、例えばエクスペプロヒットをちょっとトピック説明します。なるほど、ね。はい、もただ日本語わからない、でも英語たっぷりあります。あ、そう、うん、そう、皆さん、この景色見覚えありますか、ルースさん。Do you remember this 景色。イレモテですか。おー、そうです。イレモテのちょっとサンセットのあの動画を作ってみたんで、これが多分著作権大丈夫だと思う、僕のフッテージなんで。ちょっと見てみますか。 You made a video specially? No, just to put the sunset, you know, and the イレモテ、OK? Special video just for me? Special video ですよ、はい。おー、Enjoy! みたいな感じで。ルーフ長かったね。長い。ルーフデッキとルーフデッキ、ルーフデッキとルーフラックに、あとシネマに。お疲れ様です。お疲れ様です。おー、おいしい。さつまいもっぽい。音もめっちゃいいですよ。わー、すごい。帰りたい。やばいね。もう good memory。 画質めっちゃ切れない。Very beautiful、okay. これ 4K でもこんな感じ映るってすげえな。おー、イエーイ。あー、すごい。お疲れです。 This is gonna be in the future。 Future です。これがこんな感じになるんですよ、皆さん。 Future、 こんな感じになるんで、皆さん待っといてください、もうちょっと。はい。Romantic on the beach, wanna hold my hand? 何それ。手どこですか。すいません。手上げて。お疲れです。手上げて。いや、西表帰りたいね。どう、西表。帰りたい。西表楽しかった。西表で2回誰ですか。あれ、誰や、あれ。あ、イカ釣りのおっちゃんやん、イカ釣りのおっちゃん。あれ覚えてるような右のやつ、あれ何やろね、あれ。教官みたいなやつ、皆さん、あれ何なんですか。エレモンテとハテヤマ島とアイラ。あ、ほんまに一個島あるね。あ、分かんない。でもゲームキャンプ。あー、これは最高でしたよ。え、もう誰や、あれ。あれ誰、ほんま。めっちゃ嬉しかったね。嬉しい。ダルマさん初めて。初めてのダルマさん。わあ、めっちゃ楽しみ。バスライフ。バスライフ。サンセット見れる。こんな感じで見れる。で、ビール飲めるって最高やわ、yeah. これでビール飲める。正直最近、バスビルディング、うん、ちょっとなんちゅう、毎日ちょっとバスビルディングだけ知ってる。うん、そう、ちょっとなんちゅう、エンゴールちょっと忘れた時々。わ、うんうん、かる？これでやつも。今日、なんちゅう、なんでバスビルディング知ってます、うん、雰囲気あります、うんうん、分かる。サンセットみたい、なんちゅう、めっちゃ楽しい。そう、バスビルディングめっちゃ大変、うん、僕ら初めてすることばっかりなんで、
何回も何回もやり直しで、の、オールドタイムアゲインアゲインアゲイン。多分動画で見てないところがもうすごい、動画ほんまこれだけですけど、タイムラプスした時なんかでもめちゃめちゃいっぱいありますからね。タイムラプス、you can't hear short of sweating. No, ルースもや、ルースのグランピーも機嫌悪いよ。ルースがホエドとか全部カットしてますよ。ルースのホエドとかこれからカットせんとこ。We should put in that ルース like angry one. Okay. はい。多分みんな unfollow してます。みんな見たくない。